皆さんこんにちは。スマホのコンシェルジュです。今回はスマホの時計で秒が表示されない理由と秒を確認する方法について説明してまいります。時計にある秒の部分が必要になる機会はそれほど多くはありませんが、秒を考慮していないと数秒違いで電車やバスに乗り遅れてしまう場合があります。また予約している施設を利用する場合で 時間通りでないと中に入れないような施設では、あと何秒で予約時間になるか、秒単位で知りたい場合があります。加えて、カップ麺の待ち時間や料理の茹で時間など、タイマーではなく、時計で時間を測りたい場合には、秒単位での時刻表示があると便利になります。今回は、スマホの時計で秒が表示されない背景と、スマホでは秒の部分を、 どのように確認をすることができるのかについて一緒に確認していきましょうスマホのコンシェルジュの YouTube チャンネルではスマホの基本操作から不具合時の対処方法スマホとパソコンの連携などスマホやパソコンに関する動画を多数配信しておりますぜひそちらもご参照くださいまたぜひチャンネル登録もお願いいたします それではまずはじめに普通の時計には必ずある秒の部分がスマホの時計にはないという事実について一緒に確認していきましょう世界的に見ると時間の最小単位である秒は日常生活の中ではあまり必要ないものなのかもしれませんそれでは実際にスマホで時刻を確認していきたいと思いますまずは iPhone になります ロック画面に表示されている時刻を確認すると確かにフンの部分までの表示しかありませんロック画面での時刻表示なので秒がなくてもそれほど問題ないと言えますそれでは次に端末内にある時計のアプリで現在の時刻を確認してみたいと思います世界各地の時刻も表示されますがフンの部分までの表示しかありません Android 端末でも時刻を確認してみたいと思います 今回はピクセルを使用しますが、時計アプリについては他の機種でもそれほど違いがありません。ロック画面に表示されている時刻を確認すると、iPhone と同様に分の部分までの表示しかありません。それでは次に、端末内にある時計のアプリで時刻を確認してみたいと思います。こちらも iPhone と同様で分の部分までの表示しかありません。 スマホでは時刻は分分だけで十分といいう共通認識になっています設定変更で秒の表示が可能なのかまた別の方法で時刻の秒の部分の確認が可能なのかについては後ほど順番に確認していきます。それではなぜ時刻は分までしか表示しないのかを一緒に確認していきましょう。一番の要因は生活習慣 文化に起因する部分が大きいと言えます一例にはなりますが海外では日本のように時刻通りに電車が到着しない場合が多くありますまた車やバスで通勤通学するケースも多く秒単位の時間を気にしても仕方がないという生活環境にありますあくまで正当な理由がある場合にはなりますが約束事で数分程度遅れることに対しては海外の方の方が日本の方よりも 寛容になりますそのため時刻の秒の部分を確認する習慣や意味が日本に比べると少ないと言えます海外の方は日本人に比べて時間に対して寛容であるとお伝えしましたが一日の中で時間の秒の部分を気にする瞬間がありますそれは退金前になりますこの瞬間だけは時刻の秒の部分に 視線が釘付けになり心の中でカウントダウンが始まりますまたスマホで秒の部分の確認ができないので会社には秒が分かる時計が心から欲しいと思っているように感じます時間に対する文化的な違いや特徴について少し触れましたがスマホの時計に秒部分が表示されない理由は2つあります1つ目は先ほどもお伝えしたように 細かい時間を気にしないという文化的な問題から、時計に秒を表示、確認する必要性、合理性がないためになります。二つ目は、デザイン性の問題で、特に Apple 社では、Apple Watch、腕時計にも秒部分の表示がありません。一方で、日本メーカーであるカシオの時計には、秒部分の表示があります。日本では、デジタル時計の場合でも、秒部分の表示がないと落ち着かないという、 文化的な側面もも強く残っているのかもしれませんそれでは実際に iPhone で秒を表示させる方法について一緒に確認していきましょう iPhone で秒を表示させる方法は2つありますまず1つ目はホーム画面を左から右にスライドした際に表示される「今日の表示」の部分にアナログ時計を 設置する方法になります2つ目はホーム画面に時計を追加する方法になりますホーム画面に時計アプリが表示されている場合にはその時計アプリの秒針を確認することもできますただしアプリの表示自体はそれほど大きくないため見づらいという欠点がありますそれでは1つ目にあった今日の表示の画面に時計アプリを設置したいと思います まずは丸1のように画面を左から右にスライドし、表の表示の画面を表示します。丸2の編集というボタンが確認できるかと思いますので、編集をタップします。編集することが可能な画面が表示され、画面の左上に丸3のプラスのマークが確認できるかと思いますので、プラスのマークをタップします。追加可能なウィジェットの一覧が表示されますので、丸4のように。 画面を下方向にスライドします。時計のウィジェットが確認できるかと思いますので、丸5の時計をタップします。時計の一覧が表示されますので、丸6のように時計を右から左にスライドし、好みの時計をタップします。今回は丸7の時計を0としてタップします。選択した時計が追加されますので、問題がなければ 画面の右上にある丸 ⑧ の完了をタップします。今日の表示の画面に時計が追加されているのを確認することができます。ホーム画面で左から右にスライドすると、いつでも設置した時計を確認でき、同時に秒針も確認することができます。今日の表示の画面に表示される時計は、時計アプリよりも大きいので、秒針も確認しやすいという、 特徴がありますそれでは次に2つ目にあったホーム画面に時計を追加する方法について一緒に確認していきましょう。まずはホーム画面で1のように余白アプリなどがない部分を長押しします。ホーム画面が編集可能になりますので画面の左上にある2のプラスのボタンをタップします。ウィジェットのの一覧が表示されますので 3の時計をタップします。選択可能な時計の一覧が表示されますので4のように右から左にスライドし好みの時計を探します好みの時計が見つかった場合には5の「ウィジェットを追加」をタップしますホーム画面上に時計のウィジェットが追加されますので問題がなければ画面の右上にある6の「完了」をタップします 以上で設定が完了になり、ホーム画面上に大きめの時計が表示されているのを確認することができます。ホーム画面上に追加した時計は、時計の大きさも十分な大きさのため、秒針も十分に確認することができるようになります。それでは次に、Android 端末で秒を表示させる方法について一緒に確認していきましょう。 Android 端末で秒を表示させる方法は2つありますまず1つ目は時計アプリの設定で秒を表示させる設定に変更する方法になります2つ目はホーム画面にアナログ時計を配置する方法になりますそれでは1つ目にあった時計アプリの設定で秒を表示させる設定に変更する方法について 一緒に確認していきましょうまずは端末内より丸1の時計アプリを探してタップします時計アプリのトップ画面が表示されますので画面の下にあるメニュー一覧で時計が選択されていることを確認します現在の時刻が表示され秒の部分が表示されていないことを確認することができます画面の右上にある丸2の白い丸が縦に3つ並んでいる メニューをタップします。メニューの一覧が表示されますので3の設定をタップします設定の詳細画面が表示されますので時刻に秒を表示の右側にある4のボタンをタップします時刻に秒を表示がオンになっていることを確認して画面の左上にある5の左向きの矢印をタップします 時計のトップ画面に戻りますので、時刻に秒が表示されていることを確認することができます。以上で設定が完了になります。こちらの課題としては、秒を確認する際に、毎回時計アプリをタップする必要があるという点になります。それでは次に、二つ目にあったホーム画面にアナログ時計を配置する方法について、一緒に確認していきましょう。まずはホーム画面で、 丸一のように、余白の部分を長押しします。別の小さな画面が表示されますので、丸二のウィジェットをタップします。ウィジェットの詳細画面が表示されますので、丸三のように、画面を下方向にスライドし、丸四の時計をタップします。時計の詳細画面が表示されます。今回は、秒を確認できるようにしたいので、丸五の。 アナログをタップします。クロックフェースの選択画面が表示されますので、丸 ○6 のように画面を下方向にスライドし、好みのアナログ時計を選択します。今回は例として数字という時計を選択したいと思いますので、丸 ○7 を長押しします。ホーム画面上に長押しした時計が表示され、時計が枠で囲われているのを確認することができます。 丸 ⑧ のように指で点の部分を押しそのまま指を右上に移動させると時計を拡大することができます時計の大きさを調整し問題がなければ ⑩ の余白の部分をタップします以上でホーム画面へのアナログ時計の設置が完了になります十分に大きな時計になるため秒針も簡単に確認することができます このようにホーム画面上にウィジェットを利用してアナログ時計を設置することで時刻の秒を確認する方法が一番便利な方法になります。以上でスマホの時計で秒が表示されない理由と秒を確認する方法についての説明を終了いたします。よろししければチャンンンネル登録をお願いいたたまますまた有料メンバーシップにてコンビニでで印刷できる テキストの提供も行っております。ご清聴ありがとうございました。